はい、こんばんは。アキラの現場へこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。はい、原野の塔が始まりましたね。で、ガチャについてですけれども、夕方に、更新した、臨時更新でね、上げた動画で、今回はスルーするというふうにさせてもらったんで、早速、原野の塔をやっていこうと思います。40回まで来ました。で、40回までで、この第一舞台ね、ロギア、ザイクス、ベイランド、リラでやってるんですけれども、このままね、引き続き40回の方をやっていこうと思います。では参りましょう。はい、それではですね、今夜のコメ読集会はイベントダンジョン回っていってます。ゆーちゃんねるさん、動画投稿お疲れ様です。ガチャ報告です。無償10連プレミアムチケット、その他のガチャチケット使いましたが、赤玉が確定チケット以外です。アークもロギアもゲットならずでした。アキラさんの引きが欲しいですね、とたまたまです。工場なのでいつかポロッと出る時を待つとします。最近引きがひどいので、次の英雄降臨祭では神引きしたいですね。ザイクスとリリーと赤犬さんのピックアップとか来ないかなって。すごいっすね。これ、ね、まだアップデの告知とかも来る前ですよ。これ火曜日時点かな、火曜日か月曜日時点でのコメントなんですけど、ぴったり合いましたね。ザイクス、リリー、赤犬ピックアップ来ちゃいましたね。で、いうことは、ゆーちゃんねるさん、このね、最近のガチャ運がなかった分がここで爆発してたらいいなと思います。また報告お待ちしてます。わっかさん、初コメです。初コメありがとうございます。レベルを100にしたいのですが、現在、アキラさんはレベル上げにどのクエストを周回しているでしょうか、ということで、僕自身はあんまりそのレベル上げっていうことで周回っていうのはもう本当イベントダンジョンで、経験値がアップついてるやつを回ってるって感じのところが多いので、なんとも言えないんですね。うん、で、普段どうしてるかって言ったら、やっぱり短期で、ハードであったりとか、そういうまあ難しいところですね。うん、まあだから、どっちかというとレベル上げというか、僕、素材集会でね、今よく米読み集会でやってるところあるじゃないですか。ウニが落ちるところで集会をして、で、それでまあやってるって感じで、あんまりレベル上げにはこだわってないところは結構あります。うん。どっちかって言ったら、ルコンの間を回ることが多いので。ラクトンさん、こんばんは。久々の米です。久々米ありがとうございます。ここ最近でエーテリオンが32個まで貯まりました。そろそろ何かにぶち込んでもいい気がするのですが、おすすめのアークとかあれば教えてください、ということで、これね、まあ、少し前にですね、アークの 100% 報酬のアイテム、アクセサリー、防具、武器についておすすめの動画を撮ってますんでね、よかったらそちらの過去の動画見てもらったらいいかなと思うのと、まあ、武器、防具とかアクセサリーとかいろいろあるんでね、その辺分かれる、意見分かれるとかあるんですけど、最近の僕の一番のおすすめはアビサルシルバーですね。インディネス72 MP プラス20で、特性が面白くてですね、魔法攻撃時、その魔法に対する敵の属性耐性が闇耐性より高い場合、MP を消費して攻撃魔法が闇属性に変化ということなんで、要は闇属性耐性がやはりも他のやつが弱くて、例えばだから普通に、グランドクロスとか打っても相手が貴属性の耐性が高かった場合、それはもう闇属性耐性に変えてしまうんで、ダメージが入るというのが、これ結構なかなか強烈で凶悪じゃねと思ってます。はい。チャンリュウさん、ブレイカー検証お疲れ様です。やはりロギアのブレイク値はすごいですね。しかもパラノイアによって SCT は溜まる上に状態異常ばらまけるんですから、次の幻影の塔ではロギア、雷セビア、先駆の多属性部隊か、ランディ、ベイランド、ティンキリの無属性部隊で行くかめっちゃ悩みますね、ということで、これ悩みますね。無属性部隊も僕は面白いと思ってて、まあ、ランディ、ベイランド、ティンキリでやるってのも面白かったんだけども、ロギアが来たからね、で僕の中ではそのどっちかというとロギア、先駆、ザイクスのもうデバッファースタイル、この間 あのパブラボリアを倒した時の、まあ、このトライデバッファー部隊と言ってますけども、そういうのも面白いかなと思ってます。まあ、ここにローズさん入れたりとかねするかなと。キッチーさん、ロギアってこんな万能なんですか。20連してロギアをゲットできずでしたが、新薬出たのでここで撤退です。何が悔しいのか分かりませんが、そろそろ私もワンコ育て始めましたよ。これめっちゃわかる。アリーナではここ1週間誰とも防衛戦できてません。この一人デスゲームはやはりバグなのか何なのか、ということでね、この間だからトロフィーめっちゃもらったんですよね。1万かそれぐらいもらったんですよね。で、いや、違うか、負けたら1万奪われるんですよね。で誰とも防衛戦できてないってどういうことなの。そういうことあるのかな。もうマッチングもさせてもらえんのかな、ね、っていうか、もうそのアリーナのマッチングそろそろやっぱ直してほしいですよね。
マイクロポニーさん、検証お疲れ様でした。ロギアのブレイク値すごいですね。攻撃性能に防御も耐性値も高いですもんね。何でもできる。自分はロギア欲しすぎて、追加で31連回したらクロメルザかぶりでした。最近使ってなかったので、お祓いの意味も込めてしばらく出撃させたいと思います。ということで、このお祓いの意味を込めてしばらく出撃って大事かもしれないですね。まあ、それか、僕なんかやっぱ雷セビアね、まあ、2体来ましたからね、使っていこうかな。うん、それほど。幻影の塔とかでもね、やっていこうかなと思います。お疲れ様でした。はい。という感じで、今日もですね、コメントいろいろ読ませていただきました。またね、海外からのコメントついちゃってるんだけどね、すいません。ちょっと英語ね、僕わからないんで、海外に留学してたんだけどわかりません。すいません。で、また残りのコメントですね、また明日読んでいこうと思います。はい、そうですね、今夜の本題、幻影の塔40回からやっていこうと思うんですけれども、まあ、このパーティーで今までね、まあ、楽勝で上がってこれたんですが、40回ですね、主人公ご一行様が出てきます。あれが多分ですが、2体ね、多分ゼクスともう1体が魔法じゃないと入らないんだよね。だからこれ完全物理パなんだけど、それでもいけるかやってみたいと思うので行ってみようと思います。では参ります。魔法じゃないとダメージ入らないやつも必殺だったら入ったりするからね。だからそれも含めて頑張ってみたい。まあ、過去の動画ね、ちょっと見直したんですけどね。前はシャイニングゾーグ連発で、やってました、僕ね。はい、じゃあ行きまーす。とりあえず、おっと、ラグゼリオン、開幕ラグゼリオン。鬱陶しいのは絶対にティリア、リルベットからやってしまおう。で、前にグランドプロテクションを打っときたいけども、多分切れられるでしょ。これはグランドプロテクション打ちたいけども、バルサーレイブンでリルベットをみんなで黙らそうと思う。リルベットがなんかしてくんのが嫌だから。グランドプロテクションというのはリルベットにね、メリアンフェイル打ってくるからね、それをどうにかしときたいので、先にリルベット、お、麻痺らした、ナイス麻痺。で、カイルも多分殴りでいけますよね。カイルも殴りでいけるんで、これでやれた。はい、あと誰や？レイとゼクス。ね、レイとゼクスが、要するにこれ、こいつら、入らないやつだよね。ね、物理が入らないやつらを、必殺技でどうにかするスタイル。よし、呪ってるよ。よしよし、お、めっちゃ入るね、やっぱね。いいね。そしてアヌラメルス、とりあえずレイをやってしまおう。こういう時二刀流の必殺技ゲージ溜まるのって大事よね。二刀流を、二刀流と一刀流のあれをやった時に散々いろいろ見ながら言われたからね。そのおかげで学んだのさ。いけ、北雲先人、これも結構入るんじゃなかろうか。これでいくやろ。いったな、よし、いった。おいで、でこいつもボイドクライシスは入るでしょ。必殺技で結構ダメージ入ったりしますからね、こうやって ね物理全然入らないやつなんだけども、入る。であとはとりあえずね、こんな感じで、ま、まひらしてますんで、もうまひらっちゃってんで、これでいけるんじゃなかろうか。これでいけるんじゃなかろうか。よしこれがどこまでいくか。いやい、いまいち。もうちょっとね、1しか入らないよ、入らないよ。ここで、こう。でもとりあえず、ずっと麻痺だね。ずっと俺のターンだね、いわゆるね。これで、いけるのではなかろうか。必殺技誰か溜まらへんかな。必殺技、そろそろ。うい。ごめんね。そしてラグゼリオン。生き返ったけどね、沈黙にさせてるからね、いらんことはできんね。ラグゼリオンは怖くない、はい、これでよしはい、ラトゥーオブラトゥール、
フォントロギア優秀よね。スキルコスト22だからね、こいつね。よし、病気いってるね。病気にも入ったね。さあさあ、この人。で、これで終わりだ。はい。多分これでいきます。まあ、必殺ゲージが溜めれるって、でかいよね。こうなってくるとね。この辺ぐらいから、その、物理じゃダメージ入んねえよってやつが結構増えてきますんでね。はい。なんとか無事40回クリアできました。続いて、41回いきまーす。この塔が始まるとね、動画が長くなりがちなんでね。まあ、ぼちぼちいきますからね。41回いきまーす。はい。もう今回から70回まであるからね。70回って結構長いからね。俺はいつクリアできるだろう。もう多分クリアしてる人いるんでしょうね。世の中にはね。きっと。はい。早速ボス戦。はい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 。はいはい。あなたね。あなたは、これは魔獣スレイヤーが乗るよね。はいはいはい。はい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 。いや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 、よいしょ、いいよ。アンドラメル吸ってくれるのいいよ。からの、はいはい。パラノイアがほんと優秀。パラノイアがね。はい、高級回復力乱舞。されど。いけるね、いけるね。よし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 。ダメージは全然入るもんね。入るもんね。よし、いった。はい。あとはこの辺やな。タトゥー。タトゥー打ちます。1か、辛いな、それは。入らへんの？これなんで入らへんの？貴族性がプラス100。俺はダメだ。はい。はい、変えまーす。戦略変えまーす。おじいちゃん頑張れ。おじいちゃん頑張れ。おじいちゃんの、はい。はい。さすがおじいちゃん。ちょっと、その気になったら、すぐ行けました。はい。41回の金ピカーズもクリア。はい、物理で押し切る。物理で押し切るっていうかね、このやっぱでも、その物理、ね、この間のね、米読みでも話したけど、物理にもいろいろ出てきてるからね。で、ちなみにザイクスは今回、斧持たせてブレーカー仕様にしています。じゃあ、グラナガイ持たせとけよって言うけど、現在ブルーソウルをために入っておりますので、ブルーソウルのアークは私、今禁止しております。だから、第二部隊から下はね、ほんとレベル上げで連れてってるだけです。はい。上の第一部隊だけでやろうかなって感じです。なぜ僕は第一部隊に召喚獣ババラードつけてるんやろ。うっかりですね、これ完全にね。はい、では行きます。この召喚獣もね、なんつうかね、つけていくことによってパーティーに何かしらのね、バフであったりとかそういう影響がね、あるようなシステムだったらおもろいなと思ったりなんかして。はい、では行きます。ここはまだあれだよね、ダメージ入、あ、こいつらもダメージ入らない系ってことは、ザイクスの死神に頼る系？よし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 。死神入った。ザイクスを死神に頼って戦う気ですね。はい。これ死にする。また死神の戦ったら、これで、どういうだけ、よし。あ、ダメージ入るもんない。これなら普通に魔法唱えれる。ね、入った。終わりですよ。あー、でも全然入らないから。はい、入った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 。ね、完全に勝った。あした。魔法キャラ続けてよかったと。後悔をしています、今僕は。この辺ね、だからね、まあ、幻影の塔の楽しみ方、まあ、人それぞれあると思うんですけれども。ロギアがいることで多分その生存確率はめっちゃ上がると思う、ほんま。ね、そういう意味では。で、まあ、この必殺技のゲージも溜まるも早いしね、言ったようにその敵に魔法を打たせないという。ね、このシステム、素晴らしい。樹木研究入ることになる。そして死神発動して、そして死神発動して、そろそろ。そろそろ痛いね、結構。よし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 、1個いった。お息になられました。よし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 。まだもう1ウェーブあんだよな、クソ。物理で押し切る。40回っていうタイトルのサムネにしよう。ほぼ雑談だと思って。はい、死神入りました。ありがとうございます。物理で押し切るとか死神で押し切るだな。
さあ、はい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 、あなたなのね、あなたなのね、デルクララ先輩ね、はいはい。逆にこれボスが一番楽なパティじゃないのかな。えいウェイウェイウェイ、ラトゥーラトゥーっていきましょう、ラトゥーっていきましょう、ラトゥー、ラトゥーで腐敗しろ、腐れ、腐らなかった、はい。そして怒った、この前にブレイクさせておくべきでした。これはね、痛い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 よ、はい。追い気にはなられんかったけど、よし、ブレイクブレイクブレイクしたよ、ブレイクしたよ。ここでアナラメルス打つんだね、はい。ウィー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 、行かなかったここで行かせれんかったら結構やばいんじゃない、怒るんじゃない、この人。はい、怒ったよ、はい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 、食らいましたね、食らいましたね。でも大丈夫、でも復活するよ。さあさあ、もうただ殴ってます、ただ殴ってますからの黒先陣、いけ。ボイス実装されましたね、はい、そう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 、忘れてたその話。おーっと、ちょい残し、ああいうちょい残しは怖い。はい、というわけで、物理と死神だけで40回41回クリアやりました。まあ、こんな感じで、このパーティーで引き続きやっていってます。で、まあ明日もまあ普通にやってみて、残りね、まあ明日には50回とかは超えときたいな。うん、60回、70回まであるからね、頑張って上がっていこうと思います。はい、という感じで、今日は無事42回まで行ったね、40回から41、42と、実況させてもらいました。まあこんな感じですね、明日もね、ゲームのと引き続きやっていこうと思います。まあ何回かですね、多分進めてると思いますけども、で土日がいつものように模擬戦サタデーと小耳さんでありますんでね、まあそれまでにある程度進んでおきたいかなと思って頑張っておきます。それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。